熊谷直彦肖像、熊谷直彦大正2年3月8日は、日本の江戸時代末期から大正時代にかけての日本画家、芸州藩士。父は、鴨物の新職、山本末兼、陽名を藤太郎といった。宇宙秋山津東京国立博物館像1912年、京都出身。1841年の時、史上派の有力な画家であった。 岡本茂彦に入門、なお末彦、後、直彦と改める。茂彦の死後は独学で、日本画の技術を磨いた。1844年に、芸州藩京都図名門方であった、熊谷左門の養子となって、熊谷直彦と名を改めた。幕末になると、芸州藩士として国事に打ち込むようになり、尊老上夷論者として活動した。芸州藩失政 関忠近との関わりもあり、1862年5月に広島に入り、関の側近となった。同年8月には野村立脇に従って上京した。後に京都留守教役にも認じられた。明治維新が成就反席奉還が行われた後は、広島藩大族となった。その後東京に出て、積極的に絵画の道を再び歩み活躍、諸国を遊力して、 山水継承を自家役老中のものとした。1884年、第二海内国会画共進会に大鉱山、タイを出品指導賞を受ける。また、明治宮殿造営に際し、杉戸絵を手掛ける。1893年のシカゴ万国博覧会に、宇宙山水、1900年パリ万国博覧会でも、同名の作品を出品。 1898年九州朝の港から、五福島神社に奉納された、総会日出、三島諸月を制作。日本美術協会で活躍し、1903年日本美術協会集期点で特別賞状を受賞。それらの功績を認められ、1904年4月16日に、提出儀原因となった。東宮御所の新築に際しては、杉戸の絵を描いた。 1913年没、墓所は、豊島区駒込のソメ霊園。山水、人物がお得意とし、養父との関係から、遺憾即退、夕食古日に通じていた。ありがとうございます。